アンブヒ漫画の丘の横領地は、マダガスカルを最初に統一したメリナ王国の王宮跡が登録されたユネスコの世界遺産登録物件。アンブヒ漫画は、マダガスカル語で、青い丘、美しい丘の意味。丘の上の路場には、王宮跡とそれを取り囲む要塞跡や広場が残り、建造物の一部は、博物館として公開されている。王宮跡よりも一段高いところが、 丘の頂上であり、頂上周辺は樹木園になっている。王宮は二重の堀と城壁で囲まれており、王宮につながる七つの門が設置されている。七つの門の位置は先制術により決められたようだ。要塞の城壁は石と卵白から作ったセメントで作られている。卵白は1600万個分使用されたとも推定されている。要塞内部の王宮は メリナ王国がマダガスカルを統一した時のアンドリア・ランポイニメリナ王が暮らしていた木造建物である。推定建築年代は1788年頃。王宮内部には15メートルの大黒柱が立つ。この大黒柱はアフリカ大陸から2000人の奴隷によって運ばれてきたと伝えられている。また運搬中に100人近くの奴隷が死亡したとも言われている。 メリナ王国の首都は政治的理由により1794年アンタナナリボに移る。アンタナナリボ戦闘後も女王のための別荘がこの丘の要塞内部に設けられた。この別荘はフランス人のエンジニアであるジャン・ラボルドの技術指導により1870年に建設された。2005年現在は復元された別荘が立ち内部に展示されているヨーロッパ風家具、ちょうどは 当時のものである。建物の外にも古紙が展示されている。マダガスカルの首都アンタナナリボから北東、約21キロメートル。車で1時間弱。乗り合いバスが1時間に数本程度運行されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。